はい、どうも、熊さんです。今日のニュースは、ナイキさんでございます。はい、ナイキさんですね、完全に中国共産党の圧力に屈してしまいました。はい、ナイキの CEO がですね、ナイキの CEO はジョン・ドナホーという方なんですけれども、この方がですね、ナイキというのは、中国のためのブランドであると、はっきり言い切ってしまいました。はい、ナイキはですね、中国のものであり、中国のためのブランドであるということをですね、堂々と宣言してしまいましたと、はい、ナイキ終了というお話でございます。で、なんでこんな状況になってるのってちょっと思いますよね。ナイキってちょっと前までですね、中国共産党がね、新疆ウイグル自治区で行っているウイグル人ジェノサイドを許さないと、あの新疆ウイグル自治区で行われているですね、強制労働っていうのはですね、おかしいじゃないかということで疑問を呈していたはずなんですよね。疑問を呈したはずなんですよ。にもかかわらずですね、なんででしょうか。なんでナイキの CEO、 要するにナイキで一番偉い方ですね、ナイキで一番偉い方がですね、ナイキというのは中国のためのブランドですという形で、完全に敗北宣言をしてしまうと。なんでこんな状況になっているということなんだけど、これ気がついたのがですね、僕の大物インフルエンサーのメイさんっているじゃないですか。メイさんがですね、これツイートしらっしゃるの、していたんですよ。ナイキ完全に終了と。おお、なんでどうしたのと思ったら、ナイキ CEO のジョン・ドナホーが、ナイキは中国のブランドであり、そして中国のためのブランドだと語り、中国への忠誠を誓ってしまいましたというような、ツイートをしておられて、あれあれなんでこれね、全部英語だからね、これまたね、日本のマスコミ報じてないんですよ。やばいでしょ。ナイキってですね、日本のですね、マスコミからしたらですね、超お得意様、いっぱいお金くれますからね、広告費として。だからですね、ナイキを貶めるようなですね、報道は絶対にしないんですね。うん。あのね、もうね、企業とですね、マスコミっていうのはですね、もうベッタベタの関係ですから。うん。企業はですね、広告費をどかどか払っておけばですね、マスコミから悪いように叩かれないっていうことを分かってますからね。だから、こうマスコミにどんどんお金を配るわけですけれども、うん、こんな感じで日本のマスコミ取り上げてないでしょ。だから今回の記事もですね、これね、アメリカの記事なんですよ。でね、なんでそもそもですね、ナイキがこんなことになってしまったのかっていうのはですね、こちらに書いてあります。あのね、ナイキね、今ね、中国からですね、すごい報復受けていたんですよ。ナイキ、中国のマーケットから締め出されようとしていたんですね、これね。この記事ちょっと読んでいくんだけれども、何が起こっていたのか大体わかります。でですね、ナイキってアメリカの企業でしょ。で、アメリカの企業っていうのはですね、単年度の利益を非常に大事にしていまして、そこを確保しないとですね、株主に対して利益が還元できないんですよね。ね、日本の企業と比べてアメリカの企業って、株主さんをすごい大事にしますから、これね、株式投資、株のね、投資なんかをやっていると多分それよくわかると思います。日本の企業と比べてですね、ちょっと過剰じゃないですかっていうくらい、ですね、株主に対して還元するんですよ。で、そのためにはですね、単年度の利益をきっちり確保していくことが非常に重要なんですよね。で、ナイキみたいな会社からするとですね、この単年度の利益をですね、確保するために中国のマーケットでも外せないんですよ。外せないのよ。中国のマーケットでめちゃくちゃ儲かるから、うん、だから中国のマーケットを外してしまうとですね、この株主への還元というのができなくなってしまう恐れがあるということでですね、結局ですね、ナイキも中国マーケットに頼らざるを得ないんですよね。うん。でもですね、この間、さすがにね、世界のですね、この情勢に押されてですね、まあ、日本のですね、二階君なんかは声明出しませんでしたけれども、新疆ウイグル自治区で行われている強制労働っていうのは、やっぱり、ちょっとおかしいよね、という声明を出したんですよ。その出した途端にですね、ナイキがですね、中国共産党から叩かれまくっていた。はい。どんな感じで叩かれまくっていたのか。はい。中国、この記事読んだら大体わかります。中国がウイグル問題で報復。ナイキなどの子供服の輸入停止へということでですね、中国のマーケットからナイキとか H&M がですね、こう締め出されそうになっていたんです。で、これに屈したのが今回のですね、このですね、ナイキのジョン・ドナホーさんのですね、やめて中国共産党さんと、ナイキというのはですね、中国のブランドなんだよ。もう中国のためのブランドだから僕たちを市場から締め出さないでということでですね、中国共産党に屈してしまったっていうことなんですよね。で、どんなことをされていたのかですね、この記事に書いてあるから、ちょっと読んでいこうか。中国政府はナイキや H&M、ザラなどの大手アパレルブランドが子供の健康に害を与える可能性のある商品を販売していると非難をしていると。これね、完全な言いがかりなんですよ。要するにナイキのね、服がですね、子供の健康にですね、害を与えるんじゃないかっていうようなことを言ってるんですよ。これ完全に言いがかりですからね。うん。で、この動きはですね、数ヶ月前にこれらの企業の新疆ウイグル自治区での人権侵害疑惑に関する発言が中国国内で反発を受けたことに続くものであると。中国の税関当局は6月の1日、ナイキや H&M、ザラであるとかギャップ、これらの会社もですね、新疆ウイグル自治区の強制労働に関して疑問を呈していましたよね。うん。これらの企業がですね、輸入をした商品の
リストをウェブサイトに掲載し、警告を行いました。税関当局はですね、H&M の女児用女の子用のですね、コットンドレスに染料または有害物質が含まれており、これが体内に吸収され、子供の健康を脅かす可能性があると主張しています。これもう完全な言いがかりなんだけどね、こんなもん信じちゃうのかな、中国人は。うん、で、中国はですね、ザラやナイキ、ギャップが輸入した子供服についてもですね、同様の主張をしていると。当局はですね、今回の調査結果は、同国の商品検査法に基づく定期的調査の一環であり、商品の、問題の商品はですね、法律に基づいて廃棄、返却されるべきと述べています。中国はですね、その理由を明らかにしていないが、今回の措置はこれらのブランドが過去に人権侵害の懸念の高まりの中で、新疆ウイグル自治区から綿花を調達しないと、これね、発言しましたよね。これね、アシックスはオリンピックの選手のユニフォームに使わないと言っただけで、実際にまだ使い続ける。あいつらバカだな、本当だよ。綿花を調達しないと発言したことに対するですね、反発の継続だと考えられます。これに屈してしまったんですね、ナイキはね。うん、ブランド側はですね、中国からの指摘についていかなる公式声明も出していません。うん、で、世界自然保護基金 WWF がですね、運営をして、ナイキや H&M、ザラなどのブランドが加盟する、サステナビリティプログラムベターコットンイニシアティブはですね、昨年3月新疆ウイグル自治区で生産された綿花のライセンス認証を停止すると宣言をしました。さらに10月にはですね、同自治区のフィールドレベルの活動の中止を宣言していました。その後これらの声明はウェブサイトから削除されてしまいましたね。うん、しかしですね、今年の3月に中国の国営メディアの報道を受けて SNS ユーザーから欧米ブランドのボイコットを呼びかけ始め、そこにはですね、コンバースやアディダス、バーバリーなど他の BCI のですね、加盟ブランドが含まれていました。で、この海外ブランドに対してですね、中国共産党ガンガン報復をやっているんですね。政府系メディアの人民日報、まあ中国共産党のですね、プロパガンダ機関ですね、人民日報はですね、H&M などのブランドが数十億の中国国民の声ではなく、少数の人々が流す嘘を信じることを選んだと怒りをあらわにしましたと。うん、これよくね、欧米、西側諸国のですね、少数のですね、トップがですね、中国のことを非難しているんだって中国共産党はよく言ってますけれども、世界中が非難してるんだけどね、本当はね。うん、で、JD コムや、ピンドゥオドゥオでいいのかな、あとアリババ傘下のタオバオなど、中国の主要な e コマースプラットフォームはですね、これらのブランドの多くをですね、オンラインストアから削除してしまいました。H&M の実店舗は営業を続けていますが、BBC の報道によると、中国のタクシー会社のアプリから店舗の場所が削除されたというと、うん、中国国内で使われているですね、居場所を示すアプリ、マップですよね。マップアプリからですね、この H&M なんかが削除されているということですね。で、BCI はですね、昨年、新疆ウイグル自治区の綿花に関する声明を発表したが、これらのブランドに対する反発は、中国が新疆ウイグル自治区での人権侵害の疑いで、国際的な非難を受け始めてから始まったと。これだから、やらざるを得ないんですよね。ナイキなんかもね。うん。出さざるを得なかった声明なんだよね。で、今年初めにはですね、アメリカ、イギリス、カナダ、EU を含む、複数の西側諸国がこの問題に関してですね、中国の政府関係者に制裁を科していたんです。うん。で、中国は流出した内部文書や衛星画像によると、この地域のですね、主にイスラム教徒であるウイグル人を収容所に拘束をして、拷問や強制労働、性的虐待を行っているとされ、それを非難していると。中国はですね、これに対して西側の政府関係者に独自の制裁措置を講じ、虐待の疑いを否定し、収容所はテロ対策のための再教育施設であると主張していると。これ全部嘘なんだけどね。うん、というような問題なんですよ。こういうですね、ナイキがですね、過去に挙げたですね、新疆ウイグル自治区で行っている強制労働はおかしいじゃないか。うん、このですね、声明が気に入らなかったのかですね、中国共産党はですね、この子供服、ナイキの子供服はですね、有害物質が含まれていて、肌から体に浸透してですね、子供の健康を害するんだというですね、とんでも論でですね、ナイキを攻撃していて、しかしこれでですね、このナイキの売り上げどうもね、下がっていたらしいんですよ、この発言以降。うん、で、これでですね、ビビったですね、ナイキの CEO がですね、泣きついたと、中国共産党さんやめてよと、ナイキというのはですね、中国のためのブランドであってですね、お願いという形でね、完全に中国共産党に降伏、屈してしまったというお話でございます。うん、でですね、これね、まあね、中国企業というのは短期の利益をね、アメリカ企業が短期短期の利益をですね、ガツガツに追っていかなければならないから、こうなってしまう運命なのかもしれんね、アメリカの企業さんね。でね、悲しいことに日本企業もですね、全然中国から撤退していかないんだよね。なんならこれから儲けようとしているですね、さらに儲けようとしているトヨタとかパナソニックみたいな会社があるんですよね。でね、俺もう何回も言ってきてるからあれなんだけれども、あのね、
中国の経済力 を高めるための、まあ、助力じゃないですか、日本企業が出ていくのって。ね、中国マーケットに日本企業が出ていくとですね、中国の経済力がどんどん上がっていくんですよね。でね、あのね、経済力のある国ほど軍事力が強くなっていくんです。これも自明の理でしょ。アメリカを見てればわかるじゃないですか。儲かってる国ほど軍事力は高いんですよ。ね、軍事力が高いと、要するに人民解放軍に対してですね、お金をどんどん日本から上げていることになっちゃうんですよ。で、僕たち日本がね、やるべきことっていうのは、基本的には自分たちから戦争をね、仕掛けませんよね。ということはですね、経済戦争、はい。あの、経済で、中国の経済力をいかに落としていくか、もうここにかかってるんです。僕たちがやらなきゃいけないのは、中国の経済力をいかに落としていくのか。で、中国の経済力が落ちていけばですね、あの、軍事費に回るお金も減っていきますから、やっぱりあの、中国人民解放軍の力がやっぱ弱まっていくんだよね。でも、経済が成長していくと、中国共産党なんてもうガンガンこれ、軍事力の強化にお金を使うような会社ですから、国ですから、ね。だから中国人民解放軍のね、ね、軍事力が増した結果ですね、簡単に尖閣を取られてしまうと。北海道や沖縄も占領されてしまうと。なんならその前にも台湾なんてもあっという間にやられてしまうという状況がですね、どん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 今構築されていってるんですよ。ね、アメリカとか日本がですね、それは許さんということで台湾海峡に出ていて、これを何とか防いでいますけれども、中国の経済力がガンガン上がっていってしまったらですね、いずれアメリカでも抑えられなくなるんですよ。ね、これ、中国の経済力を高める行為にはですね、日本は一切手を貸しちゃいかんのですよ。で、中国マーケットっていうのは美味しいのはわかるよ。わかるけれども、ね、あの、日本ってアメリカほどですね、あの、株主に関してですね、ね、その、還元しなければならないと、単年度の利益をですね、上げなければならないというような会社って少ないと、あ、でもね、まあ、サラリーマン社長がですね、増えてくるとですね、そういうことになり得るんだけどね、うん。あの、オーナー社長なんかはですね、単年度の利益を追っていなくて、自分の理想を追い求めてですね、今年は赤字でも構わんみたいな形でですね、その中国マーケットに出ていかなくてもいいじゃないかというような結論を下しやすいんだけれども、サラリーマン社長はですね、株主の声をですね、最大限やっぱ聞かなきゃならんから、で、株主っていうのは自分たちが利益を上げるためにはですね、今年の利益はどうなんだと、中国は儲かるそうだからなんで出ていかないんだなんてことを平気で言ってしまいますからね。負けるな日本企業、頼むよ、うん、これナイキみたいになるなと、うん、何を伝えるかというとですね、もうナイキみたいにならないで、俺ね、日本人としてですね、日本の大企業がですね、中国共産党さん、うん、このね、日本の企業、我々日本の企業はですね、中国のものですから、中国のブランドだから、だから中国のマーケットから追い出せないでみたいなですね、このナイキの CEOジョン・ドナホーに続いてですね、こんな情けない声明をですね、出すというようなところ僕見たくないんですよね。見たくないのよ。中国のウイグル人ジェノサイドを許さないという非難決議すら出せない政治家に続いてですね、日本の経団連がですね、こんな情けない声明を出すところを見たらですね、もう日本に対して絶望するしかありませんからね。というわけでですね、こうナイキみたいになるなよと、今後日本が一番大事なことはですね、中国の経済力をいかに落としていくのか。だからですね、中国の市場で儲けようとする企業減っていくことをですね、願って、くまさん、この動画終わりたいと思います。バイバイ。